ハワイに行った時にお金を自分でお店で払いました。そのお金って覚えてる？分かんないよね。ちょっと今日はそれをね出してみたいと思います。こちらのじゃじゃーん、まずこれです。何円だと思う？これ分かんない。1円。1円だと思うでしょ。実はこれはね1ドル。おー、分かる分かる。1ドル。では問題です。アメリカでよく出したこの1ドル札って日本のお金だとどれが一番近いでしょうか。1番1円。1番1円。2番10円。あ、俺10円。3番100円。100円。さあこの中から選んでください。100円。正解は発表します。100円です。正解。そう、この1ドル札っていうのはだいたい日本だとこの100円が一番近い。しゃ、なんか日本のお金とアメリカのお金が違いがどこかちょっと見てみたい。おー、アメリカのお金の方が細いね。あとここ、太さね、うん、アメリカのお金の方が細い。細くって日本のお金は太い。なんか形が結構違うってことが分かったね、うん、この実際にこの1ドル札を龍馬も自分でカウンターでこうやって出してるところがあるのでご覧ください。龍馬のショッピング動画をどうぞ。どうしても欲しいあのマグネットがあったのでそれを買いに来ました。行きましょう。よいしょ。あった？どうです？本当の刺さりみたいな、そのマグネットがどうしても欲しかったみたいで、じゃ行きましょうか、買いに。レジに行ってみて。はい。買い物の流れをつかむことができました。今度は別のものを買いに行きます。Thank you, yes, man. One, two, three, four, six, this one. I give you one more. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Goodbye. I'm happy. Wow, you're strong. 慣れてきたので、1ドル札以外のお金も出してみました。$48.12, please. And a 50. Thank you. Thank you. There you go. Thank you. Thank you. 最後は思い切ってこれが欲しいですと伝えてみました。欲しいものが買えると、英語での買い物も楽しくなりますね。
お札の種類が違うことも学べました。Thank you for watching! Bye 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 bye!